こんにちは、ビーズドール作家のハルです。ゼロから始めるテグス編み、今回は T ピンと Q ピンの使い方について学んでいきましょう。一見テグス編みとは関係なさそうですが、テグスで作ったパーツを他のビーズやパーツとつなぐためには T ピンや Q ピンは欠かせないものなんです。ちなみに私のビーズドールにも中心に T ピンが通してあります。上の方にあるのが Q ピン。数字の9に似てるところからこのように呼ばれています。そして下の方にあるのが T ピン。これもアルファベットの T に似ていることからこのように呼ばれます。Q ピンはビーズやパーツ同士を連続してつなぐときに使用します。一方 T ピンはビーズやパーツを他のものに単独でつなぐときに使用します。つまり、Q ピンは延々と長くつなげることができますし、 T ピンはアクセサリーなどの先端につけることができます。ピン類には大きさがいろいろありますが、長さだけでなく大きさも重要になります。大きさはこのように表記され、こちらは線の太さを表し、こちらはピンの長さを表します。ビーズの穴の大きさによって太さを、そしてパーツの大きさやビーズの数によって適切な長さを選びます。ピン類も丸カンやボールチップなどと同じように素材や色も様々です。それでは T ピン、Q ピンの使い方を実際にこのピアスを作りながら説明していきます。材料はこちらです。パールビーズ8ミリ2個、ソロバン型ガラスビーズ6ミリクリア2個、T ピン2本、Q ピン2本、丸カン2個、ピアス金具1組。まずパールビーズに T ピンを通してピンの根元を直角に曲げます。根元から7センチぐらいのところをニッパーでカットします。ピンをカットするときは切れ端が飛び散らないように手で押さえながら切るようにしましょう。ピンを丸やっとこで丸めます。隙間ができないように形を整えます。次に Q ピンにソロバン型ビーズを通してピンの根元を直角に曲げます。この時下の丸みと同じ向きになるように曲げます。
そして根元から7ミリぐらいのところでピンをカットします。ピンを開くときはこのようにペンチを使って切れ目を手前に開きます。そしてパールとソロバン型ビーズをつなぎピンを閉じます。次に丸カンを開いて今作ったパーツとピアス金具をつなぎます。これでピアスが出来上がりました。ピン曲げができるようになればこんな作品が作れるようになりますよ。いかがでしたか？最初のうちはうまくいかないこともありますが、繰り返し練習することでコツをつかめるようになりますので、頑張ってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。